はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。星倉やっていきましょう。まずですね、羊小屋を回収しました。コメント欄などでですね、天井があるから狭く感じるのではというご意見をいただきまして、見てみたらですね、確かに天井をなくしてしまった方が確かにすごい開放感があってね、広く感じるようになったんだよね。ほら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 、もう入った時のね、もう開放感が違うもん。あ、ちょっとあそこブロック残ってるから、まあ後で外すか。いやー、コメントくださった方ありがとうございます。確かにその通り、あれ天井がない方がいいわ。あれだね、吹き抜けにしてたのがね、ちょっと生きたね。軽く、待って待って、閉まんないんだけど。あと続いて牛小屋の改築ですね。もう後ろ見てもらうと分かるんですけど、だいぶ変わりました。ちょっと説明していきますね。まあ檻の数自体はそんな変わってないですが、内装は変わってないですね。ただまあ外観をですね、若干ここにちょっとなんか窓みたいなものをつけて、で2階作りました。でやっぱりここ壁埋めるのは やめとこうかなと思って、もうこの柵だけでやってる状態ですね。後で変えるかもしれないけど。でここはですね、天井を作らないのではなく、天井を高めに設定して開放感を醸し出し、で2階をですね作ってこういう感じにしました。はい、生活スペースっていうわけじゃないんですけど、まあ一種のまあよくある農場とかによくある物置小屋みたいなのを2階に作りました。なんとなくブラッドボーンの、なんだっけ、ヘムウィックの墓地街にあったなんか 馬小屋だったか牛小屋だったかの、ああいう感じのちょっとイメージしましたね。まああれが綺麗だった頃のやつをちょっと作ろうと思って、で今ここにわらたばあるんですけど、まあゆくゆくはここら辺にシャ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 って山作って、まあより物置っぽさを出そうかなっていうふうに思ってます。で今回やろうと思ってるのは広場を作ろうかなって思ってます。もうすでに円の縁取りをしてあるんで、まあ、あとはここら辺を外周を埋めて中身を埋めるだけなんですけど、どういう広場にしようかなっていうのは実はちょっと模索中ですね。噴水広場みたいなのをするのか、銅像を建てるのか、まあどうしようかなっていう感じで、とりあえずここを埋めていきながら、まあどういう風なものにしておこうかなっていうのをちょっと今考えようかなと思います。今すぐ速攻で考えます。よし、やっていきますか。まず枠はねどうしようかなと思って、まあ今ある素材でやるしかないから、とりあえずこれでいいかな。戦力岩でいこうか、ここも。よし、枠が完成ですね。であとは中身を花崗岩で埋めていこうかな。なんとなくねこういう色を使いたい。でレンガだにしようかなと思ったんですけど、レンガだとねなんかねちょっと綺麗すぎて嫌だ。なんだろう、石のレンガだとか、あとその赤いレンガだとかね使ってみようかなと思ったんだけど、なんかねちょっと綺麗すぎるというか、なんだろう、微妙、もうちょっとなんかね荒っぽい方がいいのよ。わかるかな、こういうね、なんかこの磨かれた系のやつとかだったりするとちょっと点々が入ってたりとかして結構荒っぽいから、この荒っぽい方がいいんだよね。だからちょっと今回はこれでいこうかなと。よーし、バッチリ埋まりましたね。結構綺麗にできたじゃん。いや初めてにしたら割とよくできた方だと思う俺は。いやいいねいいね、これはいいわ。これだけだと殺風景だから何かをしたいなっていう風に思うんだけれども、今のところちょっと思ったのが、なんかね塔みたいなものを建てたいなっていう、なんだろう、なよくわかんないかな。ちょっとねやっぱこれだけだと寂しいから、なんか真ん中のあたりにボボンとね、なんかその塔みたいなのを建てたいなっていう風に思う今のところ。というわけで、まあ、ちょっとなんとなく今頭の中でできているやつをまあ試しに作ってみようかって感じかな。よし、じゃあやってみよう。で一応この松明の位置が中心になるから、とりあえずここを中心に組み立てていくわけだな。まあ、なんとなくこんな感じの形にしようかなってところかな。あんまでかすぎると今度は広場が狭くなっちゃうからさ、まあ、こんなところだろうとりあえず。さてどうやっていこうか。まずここに石のハーフブロックみたいなのを置いていって、であとはここに石のレンガをちょっと埋め込んでいく感じ。ちょっと待てよ、石のレンガじゃなくて安山岩の方だとどうか。ちょっと待てよ、なんだろう、筋が目立たないこと考えると安山岩の方がいいか。なんかそれっぽくなったな。ここに木とか植えたらいいかもしんないけど、たださ家に木が立っちゃってるからね、ここにまで木を植えるっていうのはちょっとなんか違うな。 何かをもうちょっとアレンジを加えたい。何がある、草のブロックちょっと置いてみるか。あー
なんかいいんじゃないこれ結構。あ、ちょっといいかもしれん。で、ここでこの模様が入ってるやつをこういう感じで置いていくと。こう、こう、こう、こう。こう、こう、こう、こうで。ん？あ、なんか石碑っぽくなったね、なんか。あ、これいいんじゃないなんか。あ、なんかさ、なんだろう、琴に佇む石碑みたいな感じになった。あ、いいじゃん、いいじゃん、これ。あ、これ、いいんじゃね？もうちょっと高くしようか。で、さらに、ここをハーフブロックで閉じると。上をハーフブロックで閉じる。あ、悪くないんじゃない？ちょっと寂しい気もするけれども、ただ、これさ、あれじゃない？松明とかをちょっと立たせるだけで、割と雰囲気出るんじゃない？なかなかよくね？でもなんかちょっともうちょっと手を加えたいな。どうすっか。例えばこの四隅を、磨かれた戦力眼などでこういう感じで最終的にこうなりました。いいんじゃない？なんか雰囲気出てるよ。例えばこうでしょ。だからこういう風にこうなんていうの、例えばこういう風にどっか旅行に来て道を歩いてたら、おーおー、なんだあれはって言って、こうやって走っていって、で見てみたら、おお、なんかすごい歴史的建造物的な、なんかそういう石碑が立ってるじゃねえか、写真撮ろう、インスタ映えだーってツイッター映えだーって言って、こうやってカシャリと撮ると。あ、いいんじゃない、なんかなかなかね、あ、悪くないやん。いいじゃん、いいじゃん、なんか、あ、オッケーオッケー、これでいこう、これで。で、例えばここにポンと立てると。あえてさ、変な文字をやっておくことでさ、さ、なんか、なんていうの？こう、なんか、何もよくわからないような感じの、こういうことを書いておいた方が、なんとなく、それっぽくない？それっぽくないかな？なんか。なんか、こう。なんだろう、こういうものってさ、なんか大抵普通の解説プラス読める文字とか入ってるけどさ、あえて読めない文字だけ置いとくことでなんかいい感じにならんかな。そうでもない？まあいいわ。さて、まあ今回は手元にある素材だけで作れるようなやつだけを作ったから、まあすごい気に入ってはいるんだけど、まだ何かしら改良していきたい。というか、これから先もどんどんこういうモニュメントだとか噴水だとかを作っていくんだから、やっぱりさ、もっと素材を集めていきたいよね。というわけで、次回からはちょっとこの辺の建築を一回お休みして、冒険の準備に行こうかなって思います。まあ、冒険といっても洞窟探検に行くのか、それともまだ見ぬバイオームを探しに行くのかっていうところですね。ほら、なんだっけ、色付きの粘土とかがいっぱいあるメサとかいうバイオームとかもあるらしいじゃないし、しかも砂漠、なんだろう、砂壁結構自分好きだから、砂を結構大量に集めたいんだけど、ここら辺の砂とかはさ、ガラスとかに変えたいし、そういうのをやってたりするとキリがないから、できればね、そういうのをちょっと集めていきたいなって思ってます。あとはね、やっぱり白いブロック、今手元にある白いブロックってさ、ほとんどないからさ、なんか白絵のブロックをね、ちょっと都合していきたいなって思ってます。これからのこちょっと自分が今まあ、作れなくはないけれども、もうちょっと準備に時間がかかる建築を今考えてて、それを作るためにはやっぱり何かしら白色のブロックが必要なんですね。となってくると、多分ネザー水晶とかのブロックになるのかなっていうふうに今思ってるんですよね。だからね、そう、近々ネザーにも行きたいんだよね。というわけで、いろいろな準備をこれから進めていきますので、まあ、次回はちょっと冒険編ですね。まだ見ぬ素材ブロックを探しまくるっていう、そういう回にしたいと思います。というわけで、今回はちょっと短いんですけれど、この広間を作るという、この回だけで終わりにしようと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。